はい、おはようございます。チタン島フォーミニテエリアトス適正会社です。今回こちら、久々の大節漫画編ですね。はい、今回はこの小ネタですよ。はい、目の前、もう映ってますね。なんていうか、これは、両手が洗えない、蛇口です。例えば、こうやって切ってやると、手やった、あ、じゃあ少しの間しか、水が出ないんですね。ということは、両手を洗おうとすると、自然的に水は止まってしまうわけなんですね。はい。大変ですね。こっちは、まあ、力加減がしにくい水の水場となります。まあ、現在はちょっと調整されているみたいなんですが、昔は、ここからピューンと空まで行っちゃいましたからね。川にブシューってかかってましたから。うん。まあこんな感じですね。で、もう一つ、新たになる、お友達があります。今は宿題でもやってるのか、誰もいないようですが。はい。これですね。また新たなルールが追加されました。それがこちら。まあ、読んでの通りなんですけど。まあ、確かに、この辺りでは、まあ、この公園は遊具がないので、ボール遊び、以外やることが ないんですけどね。で、あとは遊ぶ場所がないのか、あっちの丘で遊び回るしかないんですけどね。うん。今日は子供たちの声は全然聞こえませんね。で、普段のこれなんですが、まあ子供たちは全然っていうか、誰も従ってませんね。まあ、今時の子にこんなこと言っても、しょうがないですよね。っていう感じなんでしょうかね。だったら最初から言ってくれよみたいな、気もしますが。もちろん、ウプデシはルールを守りますよ。と言っても説得力はないけどな。で、相変わらず寂しい感じの時計台。で、ちょっと説教臭いこの看板。ゴミは自分で持ち帰りましょう。公園の花木、施設を大切にしましょう。他の方の迷惑にならないようにしましょう。ゴミは自分で持ち帰りましょう。はい。読んで虚しくなりましたね。ほとんど守れてませんから。で、もう一つ虚しいことだといえば、はい、これ、ツツジの花が終わっちゃいましたね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。